第 502SS 両兵大隊,隊は、第二次世界大戦中のナチスドイツに存在した特殊部隊である。武装親衛隊のコマンド部隊として編成され、オット・スコルゼニーのもとで様々な特殊作戦を遂行した。部隊名称は何度か変更されているが、1943年以降はフリーデンタールに駐屯地を置いたことから、 SS フリーデンタール駆逐戦隊とも通称された。1942年、新英対作戦本部のハンス・ユットナー将軍により、オランニエンブルク特別教育課程なる特殊部隊の編成が行われた。国防軍のブランデンブルク部隊に対抗する形で設置されたこの部隊はオランニエンブルクに駐屯し、オランダ人義勇兵のピーテル・ファンフェッセム、 新衛隊隊を指揮官とする100名の志願者で編成されていた。彼らが最初に従事したオスプレイ作戦では察知されることなくアイルランドへの潜入に成功している。また1943年には5名の隊員がイランに落下山で降下し、連合国に対する抵抗運動への援助を試みた。その後、部隊の拠点はフリーデンタールの訓練施設に移り、 名称もフリーデンタール、特殊任務特別教育課程に変更された。この段階で、規模はおよそ300名まで拡大され、隊員はオランダ及び、フランドル出身の義勇兵が大半を占め、その他に、ハンガリー出身の民族ドイツ人兵士も参加していた。また、同時期に指揮官は、オット・スコルゼニーに交代している。1943年6月、 フリーデンタール特殊作戦特別教育隊は第500に SS 両兵大隊,隊として当初は親衛隊の懲罰部隊から追加の隊員を募るも訓練に支障をきたしたためスコルツェニーはドイツ国防軍及び親衛隊の一般部隊から志願兵を募る許可を得たこうして100人の親衛隊員50人の空軍将兵150人の陸軍将兵が加わり 彼らによって本部中隊及び日保中隊が編成され特殊作戦に関する専門的な訓練が取り行われた。特殊作戦スコルチェニーと第502大隊の将兵1943年9月にはベニートムッソリーニの救出を目的としたカシワ作戦が発動されたがスコルチェニーをはじめとする14名が第 502SS 両兵大隊から参加した。その後も フィリップ・ペタン将軍の誘拐作戦など実行されなかったものも含めて様々な特殊作戦に従事した。1944年2月、ホイヤー隊員を中隊長としてオランダ及びフランドル出身の義勇兵による第3中隊が新たに編成された。同月、第1及び第2中隊は4週間の特別訓練のためクールマルク演習場に向かい、 その後1ヶ月以上東部戦線に従軍した。1944年7月20日、アドルフ・ヒトラー暗殺未遂事件の後にベントラー街を確保するため第一中隊がベルリンにて展開している。1944年8月には50名の隊員がルーマニアにおけるラントフリート作戦に参加し、赤軍の大攻勢を足止めするべく道路や鉄道の破壊を行った。 この作戦は、バルター・ギルクによって立案されたという。1944年10月15日、ハンガリーにおけるクーデーター計画、パンツァー・ファウスト作戦が発動された。この作戦にも、スコルツェ・ニーラが関与し、ホルティ・ミクロー指トクの試則誘拐などを行っている。百四十四年十一月十日、第五百二 s s 両兵大隊,隊は、SS ミッテクチク戦隊として、 再編成された。スコルチェニーは SS ミッテクチク戦隊や第 600SS 高科両兵大隊、第200爆撃航空団などの隊員から第150装甲旅団を編成し、路角した軍服や装備品を用いて編成した偽のアメリカ軍による暴力作戦を展開した。その後、SS 密テクチクセは東部戦線を転戦した後、 1945年4月にオーストリアのアルプス国家要塞への移動を命じられるが、その道中の臨次にて終戦を迎えた。ただし、この要塞は、プロパガンダ上のみに存在する架空の軍事施設に過ぎず、もともと到達は不可能であった。アクシスヒストリー SS ジャグドバーバンドミッテありがとうございます。